7月19日、平成30年12月にバンクーバーで開催されたフィギュアスケートのジュニアグランプリファイナルで3位に輝いた松山市出身の島田幸四郎選手が愛媛県庁を訪れ、県は笑顔の愛媛文化スポーツ賞を授与しました。島田選手は、このような賞をいただき光栄です。もっと実力をつけて愛媛の誇りとなれるように努力していきたいと述べました。これに対して中村知事は、地方の良いところで生まれ育ったゆかりのある人がとなればみんなで応援する、みんなの応援を背に受けて力に変えてくださいと述べました。